今までそんなこともなかったし、そう体調には自信があったから、そうなんかびっくりしました。こんばんは。あ、みんなコロナって知らなかったんだ。そう、私コロナで途中帰宅したんです。みんな公式見てないな、みんなツイッター見てないな。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、明日お話し会なんでね。そう、でもそのこの間のリアルのやつは6月7月のやつにこう振り替えができるから、そこでそう振り替えてやってください、お願いします。そう、他の子にも押し増しできるけど、まだそう押し増ししないで6月7月に来てくれると嬉しいなと思います。お願いします。あ、そう、6月24日の栃木イベントに参加します。イエーイ。はい、なんか栃木韓流フェスタみたいなやつで、そうやりますね。あと1日、6月1日は軽公演、久々の軽公演なので、はい、お願いします。楽しみ。こんばんは。なんかさ、ちょっと TikTok 撮ろうかなと思うんですけど、本当に何を撮ったらいいか分かんなくて、あのもうあのアイドルのやつは撮りたいなって思ってるんだけど、あの推しの子のやつ、だからそれ以外でなんかすごい短めで可愛いのないかな。栃木イベント、そう、実質エリートイベントだよね、栃木のやつ。髪型かわいい。本当ですか、嬉しい。そう、なんか本当に時間ない時とかはこれにしがち。今日はお友達、地元のお友達、同級生、もう幼稚園小学校から一緒のお友達が女の子2人いて、その娘が今1歳と0歳で、そう、もうでも本当に2人とも可愛くて、そう、うん、本当に毎月会ってはないんですけど、あ、本当にもうその2人をの成長を見守るのがもうすごいね。本当に可愛い可愛いで、今日はめっちゃ癒されました。はい。そう、それもなんかめっちゃ寝てて、そう、やばいと思って、時間ないってなって、そうだからまとめました。もうこれが一番早い。そう、でも今1歳半ぐらいかの子が、1歳半でだいたい人見知りするらしいのね。うちの弟もめっちゃ人見知りしてたんだけど、そう、でも人見知りしなくて、だからやっぱ何回か会ってるから分かるんだなと思って、そう、嬉しかった。そう、なんか抱っこみたいな言ってくれて、そう、可愛かったです。はいね。そう、てかみんな TikTok 何撮ったらいいか分かんないよね。TikTok 何が撮ったらいいの？こ
こんばんは、こんばんは。あ、1% になった、充電が。ありのままっていうか、そのなんかあるじゃん、曲とか、何の曲とかさあるじゃん。そう、推しの子のやつは撮りたいんだけど、それ以外なんかあるかなって思ってるんですけど、みんなのが詳しいかなと思って。そうでもないかな。そう、全然見てるんだけど、なんか全然なんかそういう可愛い系とかあんま出てこなくて、なんかいつも仰天ニュースの切り抜きとかしか見てないからさ、全然わかんない。しかもなんかその韓国のゴリゴリダンスみたいなやつとかしか出てこない。そのゴリゴリに踊れないなと思って。サインは B。 そう、それも推しの子だよね。コリア、そう、韓国アイドルのめっちゃかっこいいから、そう、韓国アイドルのアカウントとかめっちゃ見るんだけど、でそれ踊ってみたとかも出てくるんだけど、そう、でスノーエネちゃんってどういうこと、え、どういうこと、普通に何の曲とかも使わないってこと。そう、何の曲とか何をするのが流行ってるのかなって。そう、そのあやねちゃんってどういうことですか。フルーツジッパーの私の可愛いところ古くない？めっちゃ古く。そう、充電切れました。これ。あ、出てきてる。これなんかさ、めっちゃ、何これ、ちょっと待ってね。あ、すごい明るくなっちゃった。なんだっけ、別に明るくしていいんだけど、これぐらい。なんかその iPad の位置でやってるからめっちゃ低い、携帯。そう、充電切れですね。充電が終わりました、 iPad は。こんばんは、おかえりなさい、ただいまです、ありがとう。ハンドクラップっていうのが可愛いですよね、今流行りの。そうなんですか、ハンドクラップ。おー、いいですね、ハンドクラップ。ちょっと調べてみます。そう、めっちゃね、充電、そう、端末お亡くなりになりました。そう、iPad がお亡くなりです。そう、ハンドクラ、ラブイヤイヤ機、あー、なんか流行ってるね。なんかそのなんだっけ、ときめき宣伝部さん、エアメールのあやねちゃん待ち受けにさせてもらってもいい？え、全然いいですけど。あれでいいんだ。そう、なんか今日はたまには、そう、現実カメラで自撮りしようと思って、そう、普通に iPhone のカメラで撮ったやつをメールに送りました。ハロー。そう、それでいいんだ。こんばんは、こんばんは。めっちゃ低いこの画角、 iPad 画角。そう、 iPad だともっとでかいからさ、ここの辺にカメラあるから、そう、あれなんですけど。電源復活、いや、 iPhone でやってます。
iPad お亡くなりになったんで、そう iPhone でやってます。携帯の方でやってます。そう iPad は今充電中です。お疲れ様です。お疲れ様です。そう明日ね、明日土曜日、明日土曜日か、今日金曜日ですね。そうだから今日はね、せっかくメイクしてるし TikTok 撮ろうかなと思ったんですけど、何かいいのがないかなって思って、そうずっと探してるんだけど、なんか踊る系めっちゃアイドルじゃん、踊る系、なんか部屋の中で撮るのもなって思って、そうなんかもうこの辺でできるやつないかなって、もうこの辺適当に、適当にっていうのもあれだけど、なんかすごいちょっと動くぐらいのがないかなって。最近アイドルしか流れてくない。いや本当にそうなのよ。そうだからアイドルはそう撮りたいなって思ってるんだけど、うん、なんかないかなと思って、 TikTok、 そう TikTok ね、ゆなちゃんの卒業コメ出ますよね、ぜひ皆さん来てくださいね。そうもちろんゆなのファンの方がたくさん来てほしいけど、そう本当にいっぱい応募があったら言うのも喜ぶので、ぜひぜひ、絶対感動するしね。うん、TikTok のコメント見てる、見てますよ、全部見てる TikTok のコメント。来てーす、お来てください、こんばんは、こんばんは、先日ユーナと撮影してた、そう撮影しました、楽しかった、お楽しみに。雫なんですね。そうそうそう、やっぱエイトでやるってなったらやっぱ雫だしね。雫公演厳密には千秋楽してないんですよ。休止前最後の雫公演っていうのはやったんですけど、まああれが千秋楽って思われてるみたいなんですけど、結構一応千秋楽っていうのはやってなくて、そうだからまだエイトで卒業公演とかねするときはやるんじゃないかなって思います。うん、だ誰も千秋楽なんて言ってないので、はい、こんばんは、こんばんは、こんにちは。こんばんは、こんばんは。劇場公演久しぶり、そうですね、あのコロナで2つお休みしちゃったので公演を、はい、すごいそれもちょっとショックでしたね。だからそう久しぶりの、しかも8公演も久しぶりなんで、はい頑張りたいと思います。こんばんは、こんばんは、なんだ iPad ってこんなに充電されんの遅いんだろう。
まだ 3% だ。こんばんは、おはつです。ありがとうございます。素敵な服ですね。お、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。充電容量が大きいから。なるほどね。そもそもね、大きいのね。お、スイカいいね。初スイカいいですね。いいな、スイカ食べたい。黒い服珍しいかな。いや、そんな、どうですか？珍しいですか？わかんない。でも黒多めな気がする。こんばんは。服装ええな。ほんと嬉しい。ニットです。黒半袖ニット。パスも？何パスも？可愛いからオッケー。ありがとうございます。ワンピ？いや、ワンピじゃないで、普通のニットニットですね。ワンピじゃないです。普通のニットです。半袖。そう、半袖です。咳はね、全然もう出なくなって、なんかその久々に会うメンバーとかに、え、めっちゃ鼻声だねって呼ばれるぐらい。そう、確かに鼻声はずっと続いてるなって思いますね。そうなんですよ。そう、ずっと鼻声。喉イガイガしない。イガイガは、んー、するかな。なんかね、ずっとなんか喉とか鼻の奥とかになんかいる気がするって感じはずっと続いてる。そう、もうずっとなってるなっていう感じですね。でもやっぱりコロナって、やっぱこの辺喉とか鼻とかめっちゃ咳とか出るらしいです。そう、結構みんななったんだって。味覚、そう、味覚とか嗅覚は全然あって、そう、全然それはありますね。そう、なんかスタッフさんとかも1ヶ月ぐらい咳止まんなかったって言ってたから、そう、やっぱみんな後遺症的なやつあるんだなと思ってね。そう、みんなそうなのよ。そうなん、そうなの。俺もまだ咳が出る。そうなんだ。でもさ、1年ぐらい続いてるみたいな人もいるよね。そう、かわいそう。でもなんか鼻声が続きすぎて、なんか本当の声と、どの声だっけってなってます。耳？あ、耳？耳は全然なんともないですね。耳は全然。耳もなるんだ。そう、体はめっちゃ元気。なんか熱とかもすぐ下がってめっちゃ元気でした。オンライン話し会の時間どれぐらい？それは買った枚数によると思います。出す枚数によりますね。
でも1枚15秒とか10秒ちょっとだったよね。ですね。うん。ねえ、おしゃれ。そう、ありがとうございます。でもさ、そう、結構伸びてきちゃって、なんか取れちゃったとこもあるから、そろそろ行かないかなと思ってるんですけど、そういつ行こうかな。何が一番辛かった？でも咳が止まんなかったのが辛かったかな。うん、喋ってても咳止まんないから、なんか喋れなくて、そう、痩せた、痩せたかな。嬉しい。痩せた、痩せてたい。痩せてますようにって感じ。チラッチラッ。みんな喉痛くなるんですね。じゃあ私軽症の方なのか。なんかみんなのが辛い思いしてそう。ぷっくりでも大丈夫よ。大丈夫とかの問題じゃない。分かってない、全然分かってない。前髪伸びました。そう、前髪伸びました。確かに6月18日を待ってます。綺麗になった。本当ですか？嬉しい、ありがとうございます。でもちょっと痩せた気はする。うん、確か顔はね、ちっちゃくなった気がするのよ。うん、それはちょっとすごいわかるの、嬉しい。そう、すごい、やった。そう、頑張ろう。マジか。そう、みんながシュッとしてるっていうなら間違いないわ。そう、大人っぽくなった。本当ですか？でも髪型もあるよね。髪型も大人っぽいし、服も大人っぽいし、なんかネックレスとかもしてるし、今日めっちゃ大人。イエイ。顔マッサージ。あ、でも顔はね、結構マッサージしてる、ずっと。ドキドキ。髪伸びた。そう、髪伸びた。そう、髪伸ばしてみてる、ちょっと。そうなんですよ。今日の髪型かわいい、ありがとうございます。でもやっぱりこの結んじゃうのがね、楽なので、ちょっと結びがちです。かわいい、かわいい。ローポニー。そう、ローポニー。そう、ローポニーですね。それです、それ。こんばんは。長いまつげが3本も抜けた。かわいそう。3本。3本はやばい。3本抜けたら私もショックだわ。大丈夫、頑張れば。うん、美容液塗って頑張れば生えてくると思います。頑張ってください。頑張ってこう。そう、でも私も絶対もっと長い時期あった。なんか、なんなら子供の時のが長かったんじゃないかって思う時ある。そう、まあ今でも長いけど、なんか全盛期ってもっとあったよ
なみたいな。なんかやっぱメイクとかするとさ、ダメージまつげにくるから、なんか抜けてるなって感じする。こんばんは、こんばんは、頑張ります、頑張ってください。かわいい、ありがとうございます。まつげっていつ生え変わってるんだろうね。ほんとだよね、なんか生え変わりわかんないよね。でも1本ずつ生え変わったりしてるのかな。1本抜けて1本生えてみたいなね、わかりづらい。こんばんは、こんばんは。お、でもね、iPad 5% になった。 5% かよ。 5% じゃね、ちょっとまだ無理かな。携帯で終わらせようと思います。明日は、3、4、5分なので、お昼ぐらいかな、お昼ぐらいから始めます、オンラインお話し会。皆さん寝坊しないと思うんですけど、寝坊しないようにはい、来てください。ね、オンライン話し会も久しぶりなんで、はいね、楽しみましょう。はい、そうだね。ということで順位読んで終わりにします。13位あやねが大好き、あやね大福さん。12位滝沢かざみさん。11位ネコールさん。10位 YSA73 さん。9位やすさん、9位あっつさんで、8位すみぐるさん、7位やすさん、6位よしくにさん、5位清水さん、4位桜のお友達さん、3位和田ちゃん、あやね大福さん、2位さとち大西くん、ただいま入院中、頑張れ頑張れ。1位のりやね大福さんです、ありがとうございます。ではまた明日オンラインお話し会でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう、おやすみ。